生はじめ高校生、県下高校生がですね、日頃の英語の成果っていうものをですね、披露する場がどうしても必要だということで、こういった形でですね、スピーチ大会を開かせていただいております。こういった機会を通して自分と同じように頑張ってる人がたくさんいるんだなっていうような、そういった気持ちを持ってもらって、励まされて、さらに勉強して見ようかなっていう、そういう気持ちになってくれたらいいなというふうに思ってます。 English recitation by the first year student of our school. In the first part, there will be three minute English speeches of world famous prominent people. 私は覚えることが苦手だったので、一生懸命何回も練習しました。頑張ります。 Measure your impact in humanity, not in the lives, but the lives you touch.覚えるのがとにかく大変でした。感情を込めて読めるように笑顔で頑張ります。笑顔でみんなに伝えられるように頑張りたいです。マザー・テレサが伝えたかった愛を伝えられたらいいなと思います。Love begins at home. It is not how much we do.発音とかイントネーションにめちゃめちゃ自信があるので、そこを見てほしいです。 Your heart has receptors for this hormone, and oxytocin helps heart cells regenerate. スティーブ・ジョブズが若者に伝えたかったことを、私も心を込めて伝えられたらなと思います。 It was their fair message as they signed off, and I have always visited that for myself.表題になっている Stay Hungry, Stay Foolish というフレーズに気持ちを込めているので、注目してほしいです。 We need it for Next is third part. I'd like to start in an English presentation by our second year student.香川の観光についてスピーチをしていて、コンピラさんや盆栽について触れているので、ぜひ聞いてもらって、コロナが収束したらぜひ香川県に来てほしいと思います。 Do you know 高松盆栽? The history of 高松盆栽 dates back approximately 200 years. 日本について喋ってるので聞いてください。 Usually we order fried chicken from KFC because they have a box called Christmas bonus.私のプレゼンテーションは日本の男女平等についてのプレゼンテーションなので、そのことについてしっかり伝えられるように頑張りたいと思います。 I know this will have minimum impact on the society, but I believe that if we change our thinking, the world will change. 練習した通りに頑張りたいと思います。パワーポイントを主に頑張ったので、楽しんで見てもらえたら嬉しいです。 Why don't you feel the differences in culture and customs when you go on a trip? Thank you very much. おめでとう。来年は一番取れるようにもっともっと練習して頑張ります。マッスル全然自信がなかったのでびっくりしたけど、やっぱり選んでもらえたのは嬉しかったです。一生懸命練習したので嬉しかったです。次はプレゼンテーションなので、先輩たちみたいなすごいプレゼンテーションが考えられるように頑張りたいです。ありがたいなと思いました。英語を使うような仕事に就きたいと思います。普段から人前で喋るときに緊張するので、なんだろう、スピーチが飛ばないか心配でした。すごく自分で積極的に喋るようにしたら、英語を話す機会がたくさんあるので頑張ってください。